前田麻美さんはお母様方のご家族が代々棟梁をされていたこともあり、もともと建築を志していましたが、その後絵画の勉強、さらにその後哲学の勉強に移っていきます。哲学はプラトンを専攻されていたそうです。好奇心旺盛で行動力ある前田さんらしい動きといえます。その哲学の勉強は大学院まで続き、研究者への道も考えられていたそうですが、お兄様が通っていた陶芸教室でたまたま触ったろくろをきっかけに器作りの道へ進むことになりました。その後前田さんは京都で 3,4 年修行をするのですが、この間修行先の師匠に加えて京都界隈の何人もの器作家さんからも必要な技術を吸収していきます。こうやっていろいろな方からのサポートを自然体で獲得していくのも前田さんの人柄ゆえなのかもしれません。前田さんが志すのは華やかさを感じる器です。以前、器って服と似ているところがあって、それが華やかだと気持ちも華やかに上がっていきませんかと話されていました。前田さんはその使う人が華やかな気持ちになれる器を一鎮や型による繊細な装飾を施しながら作り上げていきます。僕は前田さんの器に華やかさとともにピリッとしたシャープさも感じていて、その2つが前田さんの甘すぎず後味の良い仕事につながっている気がしています。前田さんは最近仕事場を移設されました。心機一転、フレッシュな気持ちで器作りにも取り組んでいるようです。旺盛な好奇心は健在で、オブジェもやりたいし絵も描きたいと話していました。器で言えば染め付けの仕事、耐熱の器にも興味を持っているそうです。これからも前田さんの願う華やかな気持ちが多彩な表現によって器として実現していくことでしょう。